どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、ドーン。本日登場していただいているのはお久しぶりだよね、ハニーさんでございます、はい、ハニーさんとこう2人で、うん、ウクレレで2人で弾いてね、うん、ハモったりいろいろこうなんかアレンジしたりしてやってる、あの夫婦でセッションという、うん、まあ、シリーズなんです。そうね、久しぶりだよね。めちゃめちゃ久しぶりだよね。久しぶり、何ヶ月ぶりぐらい。1ヶ月は経ってる ね、 てるね、はい。あ、今までの夫婦でセッション、はい、ここにリンク貼っとくんで、ちょっとここを覗いてみてください。もういっぱい、はい、もうね、20曲ぐらいやってんじゃないかな。かな、うん、そうそうそう。まぁ、あ、ちょっと久しぶりだったんですけど、今回取り上げる曲は、はい、いきます。せーの、イージューライダー。奥田民生さんのあののんびりほっこりした曲なんですけど、いざやってみると結構奥が深いということでね、昨日ちょっと練習してて、もう2人でわーってなりながら練習したんですけど、はい、皆さんやってみたら分かるけどね、あ、中井がリズム面白い曲なんで、ぜひこれ調整してください、はい。動画、あの演奏終わった後に動画のシェアとかも、していきますんで、ご覧になってください、もしこの動画初めて見た方でウクレレって面白そうだな、私もできるかなという方、すぐできますからね。ここのリンク行ってウクレレ始めましょう。音楽ね、聴くよりやる方がいいんでね、ぜひこれを機に音楽始めてください、はい。じゃあやってみようか。はい、ちょっとね、うん、あ、なんか大丈夫、久しぶりだからね、はい。じゃあ夫婦でセッション、はい、イージューライダーやってみる。ワン、ツー、一、二、三、はい。曲は歌詞の感じとかね、曲調とか言ったりしてのんびりこうリラックスしてるようなんだけど、やってみるとシンコペーションのもうこのタンタトーンのタンタトーン、さっきのこのコードのテロップのところにも矢印がもういっぱいついてるでしょ。あれがね、惑わされる。そしてその歌の上回しとちょっと違うから、そうそうそう、歌のタイミングとシンコペーションが違うからね、だから聴いてるとほんとのんびりなんだけど、聴くとやるとじゃ大変大違い、うん、大変ハニー勉強になった。昨日、すごい勉強になった、ね、で結構メロディーライン違く覚えちゃってて、そう昨日 ね、思い込みでね、そうそう、だけど一晩寝かせたらでもすごいあのスムーズにできました。よかった、今回勉強になった、ブラボー。場面深いよね、しかも久しぶりだったから、ね、そうそうそう。でこの曲ってそのガズレレ大学っていうね、あの YouTube サブチャンネルじゃねえ、メンバーシッププログラムで、うん、こう練習課題曲だったからね、演奏は結構やってたんだけどね、そう、こう歌のね、しっかり歌うっていうのはね、ちょっとまだ俺たちもまだまだ甘いです。
あ、ガズレレ大学はリズム特化していることで結構面白い、毎週2回のライブ配信なんで、この今 YouTube をパソコンで見てる人はこの辺にメンバーになるというボタンがあるんで、ちょっとね、チェックしておいてください。そして、この曲めっちゃいいんで、ほんとウクレレ練習にもなるし、曲もねのんびりしてウクレレにぴったりだと思います。レッスン動画ここにリンク貼っとくんで、これはねぜひ皆さんちょっと時間あるとき取り組んでください、うん、これからね暖かくなるってウクレレのバッチリの季節に ね、なった時に ね、そう気持ちがいい。で今日はねこの薄レレ2人でコンサートサイズとソプラノサイズ使ってますね。これも今ね、ここにて、なんだ事前予約注文とか、うん、まあ、あるんで、もしウクレレのことガズのウクレレ興味ある方はここもまたリンク見てもらいたいんですけど、まあね、いろいろ盛りだくさんだね、僕たちも。そうだね。彼女も YouTube やってて、チャンネルでは、縫い物時間っていうのやってたり、うん、まあ僕もやったりは、いろいろブログ書いたりさ、なんかわちゃわちゃやって、あっという間に一日が終わっていくんだけど、サブチャンネルやってるんですよ、二人。そうね。また、よせばいいのに。で、最近あまりにも、バタバタしすぎてて、全然更新がないんですけど、はい、このガズの家っていう、YouTube 二人のね、我が家のことを今シェアしてることなんですけど、まあこれもちょっとリンクここに貼っとこう。はい。もしね、ちょっといろいろできる暇がなかったらライブ配信で、ね、お酒とか飲みながらいきなりライブ配信する可能性も大なので、ガズの家の方もフォローぜひよろしくお願いしますと、はい、ウクレレやっぱりね、いいよねやっぱりね、真剣にやっちゃったね、久しぶりに。いつも家でさ、ダラ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 2人で遊んではいるけど、ね、うんうん、もう奥が深い、はい、この人も。そうなんだよね、まあ、だから、ガズこのガズの夫婦でセッション動画も十何曲アップロードされてると思うんです、すでに。で概要欄のところに今まで の、うん、プレイリスト貼っとくんで、ぜひ、ね、俺たちの歴史も見てもらいたいんですけど、そうそう、誰でセッションしてるからね、そうそう、ハモリがね、そうだから皆さんも一緒にこの動画に合わせてもらうと、ハモリが、ハモリを体験できる、はい、はい、そんなことでございます、はい、はい、楽しく音楽やっていきましょう、うん、まあ梅雨が明けたらもうね、クソ暑くなって、確かに、まあ、ウクレレ、やっぱ夏がなんだかんだ似合いますから、まあまあね、そうね、そんなことでございます、はい、じゃあ皆さん、今日は夫婦でセッション、めっちゃ久しぶりにやってて、なんかね、面白かった、またやりましょう、はい、はい、またYouTube、ガズレレ YouTube チャンネルと、縫い物時間とか、ガズの家とか、うん、いろいろよろしくお願いします。はい、それじゃあ、良い週末を、さよなら。さよなら。